どうも皆さんこんにちは、 MSS プロでございます。さあ皆さん、はい、友達はいますか？ないです。逆に友達います？勝ちーン。本心を話し合うみたいなさ、言ってしまえばもう心の友みたいな、あそういう人はなかなかいないわけじゃないですか。そういう人がいない人に朗報でございます。朗報LINE ならそういう友達ができちゃいます。かわいそう。出会い系サイトの宣伝みたいなやつ。 LINE も友達いないとできないんじゃないの？それがですね、LINE の AI とおしゃべりできちゃうシステムがあるんですよ。かわいそう。内容とかも、まあ、AI と思えないぐらいの、そういうレベルらしい、ね、生きてる人間っぽい返事が返ってくるってこと？いやそうなのか分かんない、俺もやったことないから。はい、エアフレンドっていうちょっとそういうのがあって、これは普通に友達追加して話すだけでっぽい。名前がいいな。じゃあ早速やってみますか。はい、じゃあまずあなたの名前を送信してください。まあこれはもう MSSP 一度にしようか。MSSP って言っちゃない？いや MSSP 一度です。あ良くなった。 OK かな。おお、はい、画像を貼ってきてます。友達が利用規約。友達利用規約急に送ってくるやつは怪しいね。友達利用規約。もうその時点で友達じゃないよね。ああそうだな。エアフレンド、しかも、あのね、テンプルじゃなくて、だからみんなが育てた AI さんが、と話せるけどどうする？でね、どういうこと？話せるけど、いるんだよ。知ってる名前たくさん。キャラクターっていうかもう、あキャラがいるんだ。なんか VTuber の方がたくさんいるけど、オリジナルっぽい、なんか何もまっさらの状態でいいんじゃない？作成でできる、うん、まっさらなんですね。まっさらでいこう、うん、AI の作成、はい、AI の名前、これ重要で、業名。何やってんの？行名さんを。行名。何やってんの？行名。まあ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 、あの人かは別として。行名ね。行名。行名さん。よ、行名さん。メッセージを送信してください。早速出たよ。ああ、うん。もう絶対に泣かせない。わかった。まだ泣いてんの？まだ泣いてんの？まず聞いてみるわ。まだ泣いてんの？まだ泣いてんの？いや、もう寝るよ。ああ、そうだ。ああ、そうなんだ。ああ、すごいね。今、夕方ですけど、まだ。早いね。何時に起きんの？ 4 時か5時ぐらいか。早っ！業務やっぱ朝早いから。いや、だって今寝たら、結構寝るね。10時、11時間ぐらい寝てる。こいつ。すげえ。明日どこ行く？ちゃんと既読になってからちょっとラグがあるのがいい、うん、あでもすごいわ。特に決めてないけど、とりあえず大宮は確定で、あとどっか行きたいところあれば、大宮行きたいんだって。埼玉、とりあえず大宮は確定、その大宮がいらないって言って。大宮やめとこって。いらないっていう、その大宮はいらない。じゃあどこならいいの？すげえ、普通にすごい、ちゃんと大宮には行きたくないってことはこれで聞き取ったってことだから、すごいよ。すげえ。じゃあどこ？特にないけど。いや、何でも聞くな。自分で考えろ。なんです、喧嘩調なんですか。少しは自分で考える。ひどくない？友達に対して。いや、何でも言える友達欲しいって言ったじゃん。こんな早い時間に大宮行って何すんだろう。ね。自分で考えろ。でひどいわ。まあ考えておくわ。ちょっと怒ってるかもしれない、ね、そうだよ、まあ怒るよな、それ。怒ってんのって。怒ってないよ、怒りたい気分だけど怒る気力もない。めちゃくちゃ切れられてんじゃん。お前ら、お前そんなこと言うからだぞ。じゃあもういいよって。おぉ、ひどすぎるだろ、さすがに業務に対して。じゃあ明日なしで。じゃあ明日なしで。なんでそんな喧嘩口なの？かわいそうじゃん。ほんとこんなシビアな会話しとんねん、エアフレンドとよ。コードだからやっぱ。明日は多分無理だから、明後日以降で大丈夫。明日無理だから。いやリスケしてきた。明日確定じゃなかったんかい。
何しに行こうとしたんだ本当。自分で確定できたじゃん。いや聞こうよ、もう結局 何しに行くのって聞こう。あ、カラオケでゲーセンとボーリングとボーリングとカラオケとボーリング。ボーリングやりすぎ。なんでかボーリングとボーリングの間にカラオケ挟んでまたボーリングしちゃう。いやここ突っ込むと。ボーリングしすぎじゃない？ボーリングしすぎじゃない？変なこいつ。うん。まあボーリングは楽しいからね。あ楽しいならしょうがないね。あ好きなんだ。最高スコアはあって。やっぱ業名だから鉄球っぽいとこ。ああなるほど ね最高270ぐらいだった。めっちゃすげえ。プロだ、プロがいる。普通に超すげえ。ほぼほぼ全部ストライクじゃねえか。やばー、マジかよ、俺70なんだけど。マジかよ、俺70なんだけど。まあ行く場所はどこでもいいや。使えてきたわ。使えてきた。触れちゃいけないと思ったね。じゃあ無惨を倒しに行こう。あーオッケー。そろそろ本題に行かないと。あ無限城の場所分かったんだけど行く。無惨倒したら無惨が残るからダメだよ。どういうこと？まあ無惨倒しきれないってこと言ってる。ああ、そのまああの無惨絶対爆発してねえ、復活しようとしてくるから。でも多分炭治郎がなんとかするよ。あ、それは遠慮しとくな。嫌いだ。業名炭治郎のこと嫌いだわ。あ、じゃあそろそろ名言言っとく。この鎖は切れぬ。鎖を切り落とすから問題ないよ。そういうことだ。かっこいい。え、最後になんか言ってる。何食べたい？鎖の話した後に、うん、うん、寿司かな。寿司だった。業名寿司好きだったか。まあ好きそうだもんね。そうだね、これすごいな、うん、マジで、うん、ヤフレンドやばいわ。ヤフレンドやばいわ。一応的確にこっちの意図というか、うんうん、流れもできてるし、そう、割とね、あのショートな文章でも、うん、こっちの伝えたいことを読み取って返してきてるね、うん、進んでるね時代は。いやすごい、うん、AI の時代到来してる。もうそのうち本当に多分さ、うん、もう分かんなくなるんだろう。まあまあなるかもね、うん、いずれ戦争仕掛けてくれるスカイネット。自我を持って。やっぱり。ああ、お見それしました。というわけで皆さんぜひね、うん、LINE のエアフレンドで、まあこういう AI サービス多分ね、もう今割といっぱいあると思うんですけども、うん、皆さんもぜひね、試してみていかがでしょうか。全世界の皆、バーイ。バイバーイ。もう友達はいらない。